はい、こんにちは、プンスチャンネルです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回は西アフリカトカゲモドキ、西アフちゃんをね、下から見てみようというなんとも変態チックな企画になっております。西アフちゃんはね、普通に横から見ても前から見てもとっても可愛いんですけど、下から見てもね、やっぱり魅惑のプニプニボディがとても可愛いので、ぜひ皆さんにご覧いただきたいと思います。手の上があったかくて寝ちゃった。可愛いですね。この子はホワイトアウトヘテルオリオのアラレちゃんという女の子になります。すごい可愛いんですよね、この子も。この子の特徴はものすごいブリブリのこの尻尾です。とっても可愛くて人懐っこいのでね、こんな感じで手の上でもね、おとなしくしていてくれます。さっきみたいにね、うとうと寝られた日にはもうメロメロですね。今ね、アラレちゃんがちょうどペットシーツの下に潜っているので、下から覗き見してみたいと思います。アラレさん、今日も潜ってますね。こんな感じでね、ペットシーツの下に潜ると下からのね、様子が一発で見れるのでとっても可愛いです。ペロペロしてますね。出てと足がすごい可愛いんですよね。一生懸命歩いてるところがとても可愛いです。そしてね、歩くたびに揺れるこの尻尾もプリ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 しててすごく可愛いですね。こうやってね、ペットシーツの下にどうやって潜ってるんだろうなって思って気になってたんですけど、潜った経路がね、分かる子がいました。その子をね、今から紹介したいと思います。あらあれ、楽しんでるねはい、ペットシーツの下に潜ってる様子が分かった子、ホワイトアウトゴーストの白玉ちゃんになります。この子もね、女の子なんですけど、この子のね、移動経路がなんとバッチリ下から見ると分かります。今ね、シェルターの中もこって膨らんでるところがあるんですけど、ここにね、白玉ちゃんが今います。それではね、下を覗いてみましょう。はい、こんな感じでね、今シェルターのくぼみの中にいます。で、入ったところはどうやらここですね。ここのところから入っていって、で、掘り進めて掘り進めてって、シェルターの中で今落ち着いてるって感じです。いや、器用ですよね。ここまでしてでもやっぱりシェルターの中がいいんだなっていう感じですね。よく収まったな。うっとり寝てますねシェルターの下のペットシーツの下に寝てますね。すごい器用ですね。はい、今回は西アフリカトカゲモドキを下から見てみたという動画でした。プンスチャンネルでは爬虫類に関する情報を発信しています。こんな感じでね、西アフのマニアックな情報とかも発信していきますので、気になる方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。
また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、またねー。